待たせいたしました。昨年の大賞チーム、レダ舞神楽の登場です。舞神楽チームスローガンは人間大好き愛情集団、年齢、体力、立場が違う者同士、同じ目標に向かって練習に励んでいます。人との関わり合いを大切にし、よさこいを通じて社会に貢献できるようにいつも心がけております。それでは皆様お待たせいたしました。カメラをお持ちの準備の方もたくさんいらっしゃいます。昨年ソーラン大賞、レダ舞神楽の皆さんです。会場の皆様こんにちは。千葉県船橋市より参りました、レダ舞神楽と申します。平均年齢40歳、老いも若いもが同じ夢に向かって走り続ける社会人チームでございます。今年の作品はジャングル、地球環境をテーマにしております。物語は動物たちの目線で始まります。ラストはこの星に生ける者たちへのメッセージを舞神楽流で込めております。どうぞ動物たちの声に耳を傾けてみてください。改めまして、千葉船橋レダ舞神楽です。よろしくお願いします。メッセージ、青この星涙、それでは参ります。
ご利用の皆様、お手を拝借。ありがとうございました。ありがとうございました。昨年のよさこい相談大賞、令